皆さんこんにちは、ダイヤモンド今井院長です。今日はですね、こちらの症例解説をしていきたいと思います。はい、こちらが術前の状態で、こちらが術後セラミックをさせていただいた状態なんですけども、こちら装置お分かりになりますかね。こちらの方はですね、ワイヤー矯正を数年間しておりました。ワイヤー矯正というのは、この真ん中にね、あの針金が通っているんですけども、これをこの歯一本一本につける装具で止めていって、でこのワイヤーの動く力、形状記憶のワイヤーが動く力を利用して歯を並べていくという方法ですね。まあ、本当に100年以上歴史がある治療方法なんですけども、じゃあなぜこちらの方はセラミック矯正にやり替えたのかと、あとセラミック矯正とワイヤー矯正の違いなどをね、比較しながらご説明をしていきたいと思います。まあ、こちらの方はね、数年間ワイヤー矯正したんですけども、まあ端的に言うとゴールが全く見えない状態だったというところですよね。まだまだ歯が並ばない、いつ終わるのかわからないというところからセラミックに置き換えていったんですけども、具体的な補正術としてはですね、まあ、こちらの装置を全部外させていただいて、まあ、仮歯に置き換えていって、そちらの仮歯からまあセラミックにしていったというような形になりますね。はい、でまずね、セラミックにして良かった点としてはですね、まあ、まず、いつ終わるかわからない治療期間に明確な目処がついたということですよね。1回目の治療からたくさんの歯を、ね、仮歯に置き換えていくことができたので、まあ、1回目から、ね、まあ、変化がしっかりと確認できたということですよね。あとはやはりお色や形、あとね、このあたり見ていただくと歯茎の高さの違いなども分かりますかね。ここはちょっと上に盛り上がってるんですけども、まあ、BTA テクニックという方法を使って歯茎の高さもね、綺麗に揃えているというところですね。やはりあとお色が自由自在に選べるというのも特徴としてあるかなと思います。はい、で注意しなければいけない点としては、ワイヤー矯正をしていた方っていうのは当然歯を動かしているので、この装具を取ってしまうと歯がまた自由に動いてきてしまう可能性っていうのが高いんですね。そのためにワイヤー矯正が終わった方っていうのはリテーナーと呼ばれる、まあ、裏側に針金を通すか、まあ、マウスピースのようなものをはめていって歯を動かなくするというようなことをしていきます。セラミックの場合どうするかっていうとですね、まあ、あの動きそうなところ、特に上の前歯と下の前歯に関すると、上の前歯は4本ぐらい、下の前歯に関しては6本ぐらいが動きやすいので、そこの部分を連結していきます。連結というのはどういうものかというとですね、このような形で1本1本ではなくてつなげるタイプのものですね。こちらのものを使うと、これがですね、まあ、リテーナー代わりになるので、まあ、そのいわゆるリテーナーの煩わしさですよね。裏側にこう針金を通したりとか、ずっと半永久的にマウスピースをつけなければ歯が戻ってしまうというようなことを防ぐことができます。はい、まあ、ワイヤー矯正に非常にいい方法ではあって、まあ、セラミックはね、よく削らなければいけない、神経治療が必要などというのがデメリットとして挙げられるのと、あとやり替えですよね。やり替えなければいけないデメリットがあるというふうによく言われているんですけども、まあ、ワイヤー矯正もね、例えば歯が動いてしまったらもう一度やり直さなければいけないということがあったりします。なので絶対にどちらもが半永久的に必ず持つというものではなくてですね、どちらもやり直さなければいけない弱点というのはあると思っていただいていいかなと思います。まあ、セラミックに関してはね、素材がしっかりしているのと、先ほどお伝えした、まあ、連結することによって動くやり替えっていうリスクはね、かなり抑えることができるかなというふうに思ってます。あとは、まあ、例えばこのブラケットと呼ばれている装置ですね、何年かつけているとこの周りがどうしても虫歯になってしまう、歯ブラシがうまく行き届かなくてですね、虫歯になってしまうというようなことから、まあ、この装具を外してからね、虫歯治療だったりとかセラミックをしなければいけないというようなことがあったりしますよね。あとは歯を動かしていくので、歯っていうのはこの中に根っこがあるんですけども、歯を動かしていくことによって根っこがこう短くなってしまったりとかですね、まあ、そういったことで、まあ、歯の寿命をですね、まあ、矯正によって短くしてしまうって可能性もなきにしもあらずかなというようなところですね。なので、まあ、セラミックが絶対いい、ワイヤー矯正が絶対いい、
どちらが絶対ダメということはないので、まあ、選んでいただくということが大前提かなと思います。やり替える可能性はどちらでもある。歯並びのみならず色形などをね、よりご要望に近づけたいというのは、まあ、見てわかる通りね、断然こちらの方が美しいので、まあ、そういったようなねメリットもあるのかなというところですね。まあ、どちらを選択するかっていうのはお客様の自由かなというふうに思っております。僕がすごく心がけていることは2つです。まず1つ、必ずご要望を 120% 聞きながら一番美しいセラミックにすると、セラミックした時にこれが一番美しいだろうというのをですね、一緒に探していきます。ご要望をしっかりと聞きながらご自身が主人公になっていただいて一番美しいというところを探していくということですね。もう一つ大事なこと、長く使っていただくということですよね。このお客様でもメンテナンスに来ていただいている方で、まあ、10年以上経っている方とかもですね、メンテナンスに今クリニックにですね、まあ、全職場のクリニックから移動していただいてね、来ていただいている方もいらっしゃいます。そして僕自身もですね、もうセラミックにして15年ぐらい経っているんですけども、ほぼほぼ安定してますね。はい、何箇所か、2箇所かな、硬いフリスクを噛んでしまってね、欠けてしまったところなどはあるんですけども、そこ以外のところに関してはね、やりかえてないと。で、たまにレントゲン写真などを撮るんですけども、特に大きく悪くなっている様子はないかなというところですね。まあ、僕自身がですね、まあ、どれぐらい持つかというのを身をもってですね、実行して、継続して、体験しているというところですね。はい。で、見ていただく通りですね、真っ白な歯を入れてますね。はい。この色もですね、まあ、極端すぎる色。好まれない方はね、ナチュラルの色も選ぶことができますので、ご安心していただければと思います。はい。本日の症例は、ワイヤー矯正からセラミック矯正に移行したお客様の話でした。